こんにちは今回は 9×9 の鍵付きドアの、えー、説明をさせていただきます。今後ろに見えているのがその通り。ね、すごいかっこいいドアです。では、まず材料。レバー、これは81個。えー、鉄のドアが1個。まあ木でもいいですよ、えー。レッドストーン、めっちゃたくさん。えー、反復装置、リピーターが、まあ、5個ぐらい。トーチが、まあ、10個ぐらい。 あとボタンが1個まあレバーでもいいですでまあ何でもいいのでブロック今回は鉄にしますでそれとまた色が違う区別できるブロックをまあダイヤでいいですかはいでは作っていきたいというふうに思いますまず使い方ですけどこのダイヤのところにあるレバーを倒しますはいこんな感じまあ見やすいようにダイヤにしてあるだけですよでこれボタンがね右下にある こ,こ,このボタンを押しますするとドアが開くという仕組みになっておりますで、えー、まずはこのようにね並べてまあ目立ちやすいようにダイヤモンドのブロックを置いておいてくださいでは作っていきましょうまずこのようにしますまあみ見ての通りでまあこのようにつなぎますあのまあ見ながら止めながらやってていいですよはいこんな感じ まあ、この、えー、これアンド回路って呼ばれてるものなんですけどこれを基本形にやっていきたいというふうに思いますあの見たい人はもう一回戻して止めて少しずつやってみてくださいはいでまたここアンド回路をつなぎます、えー、こんな感じで、えー、どんどんつないでいきますで上にブロックを置くのが、えー、大事ですねであとはボタンと今のところでアンド回路もうアンド回路は、まあ、別の動画で説明しているので あとはつなげていきます今のとこからバーッとでここでリピーターをいくつか置いといた方がいいと思いますであとはこうやってブロックにこうくっつけといてまあドアを置くとこんな感じです簡単ですかちょっと早すぎたかなあの、まあ、ゆっくり止めながら見て作ってみてくださいすごいセキュリティなんでもう計算できないぐらいめっちゃねすごいんでいきましょう